二人きりになりましたね。うん、なんか CTU みたいな。おお、24のね。うん、なんか妙だな。妙、妙っていうね、俺ね、こう思ったんって言っちゃ怒られるんですよ。今ね、こう思ったんって言われるのすごい嫌いみたいね。もうさっきからそれが言いたいがために。違う違う違う。いや、こう今ヒロトって言おうと思ったけど、あ、どっちだっけと思ってこう思ったんって言って、あ、こう思ったって言っちゃいけないんだと。なんでそんなに今誤解。そんなに嫌なの？どうです、嫌なもんね。いや、普通ね。うん。幼馴染っていうかね、昔の人と会ったら、うん、昔の名前で、うん、呼ぶのが、あ、なんかそういうこうあれがない感じでいいじゃない、まあ、壁がない感じで昔を思い出していいじゃない。いや実は、うん、今言うけど、うん、俺中学に入るまでに、うん、こう思ったなんて呼ばれたことはなかった。中学から、中学に入って、うん、その小学校の時はね、うん、あんまりね本当に友達もいなかったし、ほうほうほう、それこそボケ作って呼ばれてたぐらいで、うん、まあ死ぬほど変わり者だったんだよね。まあちょっとおかしかったな。 ちょっと説明しておくと、うん、僕たちは岡山大学教育学部附属中学校で同級生になると。そうだ、まあその前は僕は倉敷っていう一つ違う駅のところの、うん、まあ小学生、うん、そっちはまあ岡山ね、うん、岡山大学教育学部附属小学校だったの。そう、そのまんま持ち上がりで。これが不思議なのは、岡山大学教育学部附属小学校っていうのは、うん、そのやっぱこう中学でお受験があるような、うん、まあ、岡山のちょっと頭の良い子が集まる学校なんだけど、うん、俺は河本博人を見た時に、うん、あ、これ外部から、あ、外、あ、逆か、小学校から来たからこんな変なやつなんだと思ったんだ。そう、 そうだよね。あのね、そうだそうだ、小学校から持ち上がりで来ると、うんうん、そうそうそう、中学で受験しなくていいから、そう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 、だから中学受験のやつの方が賢いグループになるんだよね、うん、そう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 、そう、小野くんじゃねえや、博士はだ、自分だって小野くんって絶対言ってるって俺がこう思ったんって言ったら怒るくせに絶対小野くんって言ってんだよ。俺ね、渡り廊下からね、うん、ヒロトがバケツでみんなに水をこうバンバンかけてたのがさ、うん、印象なのよ。そんなことやったの？やってたの。俺ね、はっきり覚えてるのは、うんうん、廊下で竹ポンと取っ組み合いの喧嘩して、うん、最終的に竹ポンが、うん、俺ちょっと優勢に立って竹ポン劣勢になった時に、うん、竹ポンが俺の肩に噛みついて、うん、あいつ大体口臭かったから俺も思いっきりもうあのバイキン入ったと思って、うん、すぐそれで喧嘩すぐやめて走って保健室行ったよ。で消毒してっつって、うんうん、またその竹ポンっていうのもまたそのなんだろうな、中学時代の伝説の落ちこぼれだもんねそうだね。でもレーサーになったんだよ。あれ、そうなん。そうだよ。へえ。竹ポンレーサーになって、うん、その竹ポンのレースを見て、うん、新田くんっていたでしょ。うん、いたいた。新田くんもレーサーになった。なんだそいつら。そう、2人ともレーサーになって、うん、44歳で新田くんってまだ現役で走ってて、本当。そう、今羽賀源氏と一緒にビジネスやってんだよ。なんだそれ、すごくない。すげえな、この中学校。そう、すごいんだよ、うちのね中学校の同級生。まあ俺文章でよく書くのは俺ね、そして河本博と、あと中川智政ね、うん、これオウムの主治医だったね、うん、朝原昌光の、うん、普通そんなロック歌手と漫才師と殺人医師なんかねいないよね、同級生にそうだな。それとあと、うん、あとヒロトと一緒に仕事を後々する、あのハーモニカ吹いてた、森時辰美はなぜ同級生の中ですごいって言われるかっていうと、うん、おにゃんこの旦那さんになったんですよ。そうです、あがつまかよの。そう、おにゃんこクラブの旦那さんになるっつったらねそのおにゃんこ世代にとっちゃもう夢のようなだよな。うん、玉残しですよね、うん、すげえなあ。それを成し遂げて今や羽賀健二とビジネスをする男とかね、うん、いるわけですよ。だからね、あの20世紀少年っていう漫画あるじゃん、うん、うるらさなおき、うんうん、あれ読むとなんかね蘇るんだよな、中学時代が、うんうん、でも中学時代ってヒロトは、うん、あれなんじゃない、もうちょっと闇の中っていうかさ、うん、鮮明な記憶がないんじゃない。なんか意外とさ、うん、その振り返らないっていうかさ、地元にもいないし、うん、
そういう同窓生みたいな中学時代の同窓生と合わないじゃん。合わないね。合わない。だから俺たちは割と俺ももうずっと会ってなかったんだけど、うん、最近時々会うようになって、うん、当時のヒロトはどうだったって話を、それこそあの食物クラブの話はそれを聞いてるわけですよ。誰から聞いたんそれは。それは久保田がね、うん、言ってたの。久保田っておったなぁ、うん、かと今でこそねこうやってロック歌手ロックの申し子みたいに言ってますけど、当時はめめしかったと。いや今でもめめしいよ俺。だって、うん、食物クラブって女子しかいないんですよ。そうだよ。食べ物クラブと書いて食物クラブ。そう。そう。そこでケーキ焼いてたんですか。そうです。シュークリームがうまく焼けないっていう。膨らまんのんよ。膨らまない。なんか栄養に膨らまんのんよ。うんうん、なんでそんなこう部活でさ、僕なんか質実合憲だったから柔道部でしたよ。だああそうか。うん。ダメなの。帯の結び方が分からずにやめたんだけど。